竜王さんのミニブロマイド竜王さん光は福岡県飯塚市出身で1940年代に活躍した大相撲力士である。本名は高鍋光。最高位は東前頭2枚目。特異種は突っ張り、叩き。現役時代の体格は180センチメートル、113キログラム。1930年3月場所、出羽の海部屋から初土俵を踏む。 入門が遅かった割には出世もあまり早くはなく、重量、昇進は1936年1月場所だった。その後は、上昇気流に乗り、1938年1月場所で重量優勝して、5月場所には、翌1940年1月場所8日目、横綱双葉山に、しきり一回で立ち会うという奇襲を仕掛けたが、あっさりと上手投げで退けられた。 部屋に帰ってきた、竜王さんに対して、親方は、一度で立つとは失礼じゃないか、双葉に謝って来いと戒しめたそうである。竜王さんは、和田信方アナウンサーに、どうせ君は勝てないのだから、あっと言わせるようなことをしたらどうだ。勝てないまでも双葉山に待ったをさせたということになれば、こりゃ大した記録に残るだろう。と言われ、それを実行したというのが真相である。なお、 対戦相手だった双葉山は、もともとが1回目でも立てるように仕切っていたリーキであったことに加え、現役引退後個の取り組みについて問われた際には、相手の動きがおかしいことからこの1回目の仕切りで、立つ奇襲を見破っていたことを明かしている。その後しばらくは、幕内中堅で活躍していたが3場所を続けて10敗以上の大敗を喫して一度重量に陥落。 再入幕を果たした1943年5月場所、大きな事件が起きた。もともと、竜王さんは、月押し得意の相撲であり、四つ身はあまり得手ではなかった。しかし、この場所10日目、青葉山と対戦した際、四つに組んだまま得意の手にならず、青葉山も相撲の遅い力士であったこともあり、水入りの後、引き分けという結果になった。 これがちょうど連合艦隊司令長官山本五十六の戦士が発表された日のことで、戦時中の時局から関東精神不足とされ、青葉山ともども無期限の出場停止処分が下ったのであった。処分そのものは、力士会長の双葉山らの尽力ですぐに解除され、十三日目に青葉山と再戦することとなった。この相撲は青葉山が勝った。その後は、 まもなく重量に落ち、1944年、11月場所限りで廃業した。その後は、学生相撲の指導をしていたというが、1948年、自ら調理したフグの毒に当たり、夫婦ともども死去してしまった。元では金、田子の浦忠夫の名義、土俵の砂がしている。涙と笑い、25年の生活記録一水者後に、大雪霊等が、 大方後期との対戦で同じく一回で立っているが、この時もやはり見破られており簡単に負けてしまった。ありがとうございます。